はい、皆さんこんにちは。文房具たちのコーナーへこそ。今回も新しい文房具の方を紹介していきたいと思います。その前にですね、動画投稿とても遅くなってしまい申し訳ありません。まあだいたい1ヶ月に 1,2 本になってしまうと思うんですけど、良ければですね、動画がアップされたら見ていただけると幸いです。ってことで今回は野原工芸さんの新型シャーペン黒柿の方を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。そしてですね、チャンネル登録や高評価、コメントしてくださっている方々、本当にありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ今のところですね、1000人を目標に頑張っていますので、よろしくお願いします。ということで、今回のメニュー見ていきましょう。1、開封してみる。2、黒柿とは。3、価格について。4、重さについて。実際に使ってみる6まとめという感じで見ていきたいと思います。よろしくお願いします。1、開封してみるということで実際に開封していきたいと思います。まあ野原工芸さんのですね、シャーペンとかボールペンの紹介は結構もうやってきたので、もう5本ぐらい動画出てるかな。はい、これが多分ラストになると思います。黒柿がラストになると思います。まあ大体もう皆さん分かっていると思うんですけど、まあこんな感じでですね、白い箱の中に、まあ箱が入っているという感じになっております。ちょっと出していきますね。まあもうここはもう見慣れてるというか、皆さんも知っている感じだと思うんですけど、はい、こんな感じで高級感のある箱になっております。まあ、野原工芸と書いてあって、こんな感じでちょっと、まあ裏には少し模様がついております。まあもう見慣れてますよね、皆さん。まあよく見たことある箱だと思います。そしてですね、側面、こちらですね。側面にはですね、黒柿というシールが貼ってあります。はい、それでは実際に開けていきたいと思います。はい、こんな感じになっております。まずはですね、新型なので固定式先金が入っております。こちらですね。はい、固定式先金が入っております。そして配置なんですけど、左上にウッドキューブ、真ん中にシャーペン本体、そして右下にメンテナンスオイル、この箱の下にですね、取扱説明書が入っております。まあ、取扱説明書に関してはですね、ちょっと個人情報も書かれておりますので、まあ、詳しくは見ないんですけど、購入した際にはですね、しっかりと見るようにしてみてください。そしてですね、今回はメンテナンスオイルの紹介を省きます。いつもですね、まあメンテナンスオイル紹介させていただいてるんですけど、まあこちらのメンテナンスオイルはですね、野原工芸さんオリジナルのメンテナンスオイルとなっております。まあいつも紹介している通りです。そしてウッドキューブについて見ていきたいと思います。少し影になってちょっと見づらいかもしれないんですけど、こんな感じの木目となっております。まあさすが黒柿だなという感じがします。非常に美しい木目ですね。はい、ちょっと影で見づらいかもしれないんですけど申し訳ありません。どうした方が見やすいのかちょっとわかんないんですけどね。はい、ちょっと見づらいですね。はい、こんな感じの木目となっております。続いてちょっとシャーペン見ていきましょうかね。はい、シャーペン本体はこんな感じになっております。皆さんどう思いますかね、これを見て。はい、非常に木目美しいと思いませんか。こんな感じです。はい、普通の黒柿のやつなんですけどね、種類は普通の黒柿なんですけど、こんな感じの木目になっております。非常に美しいです。そしてまあ質感はですね、とてもサラサラしていて、意外とちょっと滑るかなという感じが第一印象としてあります。そして金具のカラーはゴールドとなっております。まあまたですね、この黒柿の木目にゴールドが合っているかなという感じがします。シルバーはシルバーで、まあ色的にいいんですけど、まあ、ゴールドはやっぱり高級感が出るかなという感じがします。そしてスライド方式になっておりますね。はい、こんな感じでしまえるようになっております。なのでまあこう落としてしまった際にですね、ガイドパイプが折れることがないので、これはとてもいいかなという感じがします。固定式先金をつけるとこんな感じになってるんですけど、まああまりやっぱりデザインは良くなくなってしまうかなという感じがします。まあ、この前のですね、新型シャーペンの方でもちょっとお話しさせていただいたんですけど、ちょっとデザインはいまいちかなという感じがします。まあ、ですけど、まあ見慣れてしまえばそうでもないのかなという感じもします。そして現在のクリップは異なるのでご注意してください。現在のクリップ、こんな感じのクリップとなっております。ちょっとどうぞ。まあ、こんな感じでちょっと角張ったというか、角張ったクリップっていうんですかね、こんな感じのクリップで、少し上の方には模様みたいのがありますね。はい、こんな感じのクリップとなっているので、まあ、今紹介しているこんな感じの丸っぽい感じで模様がないクリップは少し旧型になってしまいますので、ちょっとご注意ください。続いてですね、2、黒柿について見ていきたいと思います。まあ、黒柿とはということで、こちら野原工芸さんのホームページから引用させていただいております。
まあ、詳しくはですね、野原工芸さんのホームページの方に書いてありますので、一応概要欄の方に URL の方を貼っておきますのでご覧ください。経年変化星2、硬さ星2、そして産地はですね、日本、中国となっております。別名ジャパニーズパーシモンというみたいです。そしてですね、薬用紅葉樹となっております。そして特徴についていつも読まさせていただいてるんですけど、ちょっと今回は割り日も長いので、まあ、少し気になる方はですね、動画止めて見ていただくと幸いです。まあ、ちょっと難しい漢字もまあ多少ですけど、まあ、今回はそんなにないですね。はい、なんですけど、まあ、よければ見てみてください。そして用途についてもですね、まあ一応こんな感じになっております。茶道具等に使われると書いてあります。3、価格について見ていきたいと思います。僕が購入した価格はですね、税込み9900円となっております。そして現在の価格はですね、1万1000円となっております。税込み価格です。まあ黒柿なのでとても高価なんですけど、ここにプラスされてですね、円安とかの影響もあり、まあ、物価高の影響もありですね、まあ、さらに高価になってしまっているという感じですね。ちょっとここは残念かなという感じがします。ちょっとあまりにもですね、価格が高いかなという感じがします。4、重さについて見ていきたいと思います。重さの方、スライド式先金の方は 30g、 そして固定式先金の方も 30g となっております。重心はですね、やや低重心かなという感じがします。ちょっと難しいところなんですけどね、重心に関しては本当に難しくてですね、まあ、人それぞれ感覚があると思うので、まあ、僕的にはやや低重心かなという気がしました。まあ、皆さん、まあ、他に何て言うんだろうな、感想があればコメント欄に書いてみてください。まあ、いろいろ人それぞれ感じ方ありますので、まあ、実際に一概に低重心とは言えないので何とも言えないんですけど、まあ、測るやつがあればですね、まあ、わかるんですけど、測るやつがないので申し訳ありません。5、実際に使ってみるということで実際に使っていきたいと思います。こちらスライド式先金でした。続いて固定式先金の方で書いていきたいと思います。こんな感じでした。6、まとめということで最後見ていきましょう。まずはですね、グリップが若干細いということで、まあ、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、少し細めなんですよね。他のシャーペンに比べると分かりますかね。はい、ちょっと工房節さんのシャーペンとかで比べてみると分かるんですけど、まあ、これはどちらかというとですね、まあ太い方に入ると思うんですけど、まあ、どちらかというとやっぱり野原工芸さんのシャーペンはちょっと細めかなという感じがしてですね、指に負担がかかるんですね、持つ時に。細いと、なのでちょっとそこがですね、少し残念な点かなという感じがしました。そして書き味についてなんですけど、書き味はですね、少し引っかかり感があるかなという感じがしました。まあ、これはですね、紙によってもちょっと異なる部分かなという気がするんですけど、結構引っかかり感があるので、その分書いてる感があって、とても、まあ、僕的には好きな書き味でした。そしてですね、スライド式、まあ、こちらに置いてあるんですけどね、スライド式、今は固定式の方をですね一応はめていまして、こちらがスライド式ですね。このゴールドの方がねスライド式になってるんですけど、こちらもですね問題なく安定して書けるかなという感じがします。ぐらつき感はあんまり感じませんでした。
そしてまあもちろんですね、固定式の方がもちろん安定して書けるという感じはありました。少し気になった部分としてはここですね、ちょっと見えるか分かんないんですけど、光の具合でちょっと見づらかったら一応写真で載せときますね。ここのですね、わかりますかね、ここのところ、ここの木と何ていうんだろう、プラスチックの境目のところなんですけど、ここのですね木が少し欠けててですね、ちょこっとね欠けてるというか、ところどころ欠けてて、ここは少し気になりました。まあもちろんですね、加工する上でまあ仕方ないことなんですけど、まあ少し気になったかなという感じがします。そしてですね、金属部分ですね、まあ、このゴールの部分ですね、あとスライド式にした部分のゴールのところはですね、指紋とか傷がつきやすいので注意していただくといいかなという感じがします。まあ、指紋は取れるんですけど、傷は、ね、取れないので、まあ、使ってるうちに傷はどんどん増えていっちゃうので仕方ないのかなという感じがするんですけど、そこは注意していただくといいのかなという感じがします。そして木目なんですけど、木目は本当に美しいかなという感じがします。はい、ちょっと木目最後見ますかね。ちょっとね、影になっちゃって見づらいかもしれないですけど、木目こんな感じになっております。まあ非常に美しいかなという感じがしますね。はい、さすが黒柿だなという感じがします。僕はこの黒柿が初めてなので、とてもこのシャーピンを見た時感動しましたね。とても美しくて、そしてですね、価格はとても高価ということで、まあ今の値段だと10,000円ですね。税込み10,000円もするので、ちょっとここは残念な点かなという感じがします。あまりにも高すぎるかなという感じがします。はい。まあ黒柿とはいえど、なかなか手が出しにくいお値段かなという感じがしてしまいます。そして最後になるんですけど、質問はコメント欄にてお願いします。まあコメント欄にですね、質問書いていただければお答えできる範囲でお答えしていきますので、よければコメント欄の方を活用してみてください。はい、ってことで今回は野原工芸さんの新型シャーペンの黒柿ですねの方を紹介させていただきました。木は非常に美しく、書き味もですねそれなりに良かったのですが、価格がですねやっぱりあまりにも高すぎるので、野原工芸さんにですね特別こだわる必要がないのかなという感じがします。結構文房具集めてる人とかって、野原工芸さんにこだわったりするんですけど、まあやっぱり価格が価格なので、まあ、今回のは10,000円もするということで、まあ10,000円もあればですね、いろいろな文房具買えますので、はい、いろいろなシャーペンとかね、いろいろなボールペンとか、まあ、消しゴムとか、本当にいろいろなもの買えるので、まあそこはですね、しっかりとまあ吟味して買うことをお勧めします。はい。まあ野原工芸さん以外にもいろいろなですね、基軸シャーペンとか基軸ボールペン扱っているところありますので、まあそういうところもとても素晴らしい商品扱っていますので、まあ、そういうところもですね、いろいろ見ていただければいいのかなという感じがします。はい、ってことでこれからもいろいろな文房具紹介していきたいと思います。基軸シャーペン、基軸ボールペン、そして最新の文房具ですね、そちらについてもしっかりと紹介していきたいと思ってますので、よければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。動画投稿についてはですね、最初の方にもちょっとお話しさせていただいたんですけど、まあ月1回2回そんなぐらいのレベルになってしまうんですけど、しっかりと動画投稿の方はしていこうと思っていますので、よければですねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。まあ1000人ですね、今のところ目標1000人を目標にして頑張っていますので、よろしくお願いします。ということで皆さん、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。